駅から近いですね。目の前やん。めっちゃ目の前。本当にここが駅。早くない？探すのもない。本当にそう。前見たらいい。めっちゃわかりやすい。なんかモーニングが14時までやってるらしいんですよ。まだ聞いてみ。そう。だから。なんか昭和感すごい、ね。昭和感ありますよね。レトロで素敵。じゃあちょっとアポを取っていきますか。撮影できるかな。せーの、マグネコ。おはようございます。マグネコアカデミーのなしこです。今日はまあ、ロケ今日は池袋の喫茶伯爵さんにお邪魔してます。ありがとうございます。モーニングが7時から、お昼の2時まで14時までやってるということで、モーニングセットは3種類。私 C がいいです。はい、サンドイッチ。サンドイッチで、はい、飲み物はコーヒー。コーヒーで、めっちゃ久しぶりのあれだよね。何しか分かるの。2人はないですよ。年明け前ぶりそうですね。12月に撮りましたね。12月に明けましてそうだ。本当に明けましては明けましておめでとうございます。この前のクリアスと何か、はい、モーニングの B セットと B、アイスコーヒーとホットコーヒーで、はい、14時までがやっぱり今どきとすごいですよ。2月に明けやめってやばい。まあ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 、いや、クリオとの最初のロケ中華行ったよね。超大量に食べた。食べました。中華いいな。めっちゃね、ジョルシュの人たちがめちゃくちゃすごい。へぇ、こちらもご飯ロケっていう、はい、2人分。あ、そういうこと。超甘党と思って。
優雅な朝もかなり優雅ですね。はい、でも今日いろいろ調べてて、やっぱ朝食和食系いいなと思って、定食屋さん、定食屋さん行きたい。私ね、そば、おうどん、食べたい。そばめっちゃ好きなんですよね。うわ、そばにしましょう。私いるときそばにしましょう。レストバー好きやったら刺身を心をくぐらせるのさ、はい、そばに並ぶわけじゃないかな。新宿のドキュメントがある。ああ、いいね。ゆっくりすぎて、確かにすごい、なんか一日40時間ぐらいで覚えそう。まったりいいですよね。でも時間ゆっくり流れるっていうのは、胃袋って何でもあるよね。何でもありますね。結構ブランドも何でもありますよね。東武とかもあるから成分あるし、普通に麺店でも GU、ユニクロ、ザラ、H&M、 源泉とか、源泉めっちゃ多いですね。源泉マジで多いんだよね。日頃困ってないね。どう使ってください。取れないよ。あ、UFO キャッチャーがいいんだ。この前やってた、多分ね、何かもしれない。マジで、もう絶対普通に買った方がいいじゃないですか。それが楽しいっていうのがあるんで、マジで家に言うことだったら貯金しながら、貯金しながらね。ちっちゃいのだったら置けそうですね。あの3本アームで、そう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 、小鳥のやつね。でも店長好きすぎてやばい。でも私もめっちゃお金持ちになったらボーリングのレーンを1個置きたい家に。マジでボーリングめっちゃ好きなんですよ。だから置きたい。なんかダーツとかもありきたいじゃないですか。ダーツある家なんて多分死ぬほどあるから、ボーリングを1レーン置くっていう。確かに。サーターとか来る？あんま来ないですね。なんか大学で取材とかするときとかは喫茶店がまあ基本ですけど、なんかこういうチェーン店ならめっちゃ行く。ああ、ドトールとか。あんまドトールはないけど、なんだろう、なんだろう、フロントとか、あ、星のコーヒーとか。306とか。ああ、喫茶店の定義がわからないですね。306って、306もドトールも違うか。普通にカフェですよね。喫茶店ってやっぱりタバコが吸えるか吸えないかの違いな気がするんですよね。でも306も喫茶店って、あるかな。違えよ。だって喫茶の喫って喫煙の、だえ、だから喫茶店なんですか。昔は宝石で吸えたような。そう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 、確かによく考えたら、多分ね。サンドイッチは、はい、トライスの多い、ありがとうございます。ありがとうございます。卵
食ってる方を見せないの。これは、うん、卵が入っていない、うん、口を押さえましょうね。うん、熱い。A セットの方も見たけど、すごいトーストが分厚くて、これで700円とか800円とか安い。これは誰と誰のご飯になるの。そうですね。私は平日がご飯で、休日がパンだったんですよ。だから結構土日は朝起きるの楽しみでした。パンだ今日。ケーキみたいになる。ペロリでしたね。最後の一口。楽しい。うん、確かにちょうどお腹いっぱいって感じだ。7分で8分ぐらい。なんか休日の午前中って有意義ですよね。ちゃんと過ごすと、それが一日長く、本当にそう。でも結構休日は寝て過ごすタイプです。一人で読書しに喫茶店とかいいですね。しないなって。すごい人生が多分豊かになる。確かに、そりゃそう。みんな喫茶巡りたいかもね。マシータン食べましょう、絶対。トミヤシンプルにプリンが食べたい、さっきから。あったありました。てか、あそこに喫茶店って感じ。そうそうそう、あの桜も乗ってるやつね。あの桜もあんま好きじゃないんだよ。あの桜も苦手な人多いですよね。わかる。でも結構乗せがちですよね。パフェとか、確かにプリンとか。上にね。上にね。それは何のお店になるのかな。さっき言ったうどんとか、そばとか。うどん、そば系いい。でも、YouTube で人が食べてるところ見るとめっちゃいいですよね。すごい好き、個人的に。別に、モッパンとかじゃなくても。やっぱりね、じゃあこの動画もまったり。まったり。夕飯食べながら流し火で、流し火だね。みんな一人暮らしだから、ご飯食べるとき一人なのかな。一人一人で最近食べる。食べないですね。たまにが楽しいですよね。究極にお腹すいた時は一人。はい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 。一人焼肉とか行けますよ。
まあ行けるよ。究極か。だから行けるけど行かないって感じ。クリオとか足りるんじゃない？でもクリオさんって意外と大食いじゃないんですよ。あの人結構私よりなんとか食べれないみたいなとこありますからね。それは確実ですね。私とクリオさん同じぐらいだと思います。本当に互角。なんで？なんでなの？おかしいでしょ。でもなんか本人曰くなんかおにぎりとかだったら食べれるらしい。無限になんかクリオおにぎりなら食べれるかとか。そうなの。多分一度にいっぱい食べれない人なんじゃないですか。私もそうなんですけど。もうちょこちょこちょこ。そうそう。でも1時間とか空ければ全然また食べれるみたいな。1日で計算したら多い。あ、そう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 。マジでクリオさんが食べてる量かわいいですもんね。ひかりさんとクリオさんの体型絶対逆だもんね。面白い。ハッピーで。マジで1分かからない6秒とかマジで6秒とか迷わず取れると思うんで、ぜひ来てみてください。この動画がいいと思ったら高評価コメントチャンネル登録お願いします。バイバーイ。